長谷川豊の本気論本音論チャンネル。皆さんこんにちは長谷川豊です。ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。十連休ってど,どうでした。いや十連休どうでした皆さん。ちょっと長かったかもしれないですね。まあ僕は二回大阪に入ったりしてるんで、まあそれなりに動き回ってはいたので大丈夫ですけれども。 まあ聞く方、聞く方、ちょっと充電器は長いなんていうねそんなあの感想が結構出てましたけれどどううだったでしょうかさあゴールデンウィーク明けなんですけれども大阪の方で大きな動きがありました東京のテレビ局ではですね視聴率を取らないという判断でしょうかほとんど扱っていないですけれども本日のテーマはこちらはいそうですいよいよ堺市長選ということでですねえついにです維新のね候補者が見事決まりましてですね まあ、あのおさらいするわけじゃないんですけれども前堺市長の竹山おさんという方がですね、えー、もともと、ね、数百万という話だったんですよもともと数百万という話だったのに日を追うごとに売買ゲームで雪だるま以上の速度で,です、ね、膨れ上がっていってですね前半戦の統一地方選選挙の前の段階で1億3000万以上の収支報告書の不記載記載しなきゃいけないにもかかわらず記載していないというのがですね 1>, 1億3000万円以上あった。ふざけんな、竹山みたいな話になって、3週間ぐらい選挙があるので、選挙の間ってどっちかが有利になりすぎるような報道って僕たちも避けるんですけれども、なので3週間ぐらい置いてたんですね。で、3週間経ったら、なんと1億円増えてて、2億3500万円の不記載ということになった。そんなアホだということになって、自民、公明、 そして民主系、これ、それ言って、大阪の堺では言ってるんですが、自民、民主、公明が、ぶわーっと竹山治をもう、ひた隠しにする形でですね、竹山治、辞任ということで、さあ、維新は誰が立つんだと。維新の候補者は、堺市長選、誰が立つんだということですが、来たこの男、どうだ、新しい堺を作る男、長藤秀樹、来ました、長藤秀樹さんです。いやー、来ましたですね。もうね、 大喝采とともに迎え入れられたという形でもともとですね政界は引退すると竹山治氏に前回の堺市長選でまあ大きく負けたのでまあ僕は政界を引退するんですよということでえ政界を引退したっていうのが多分皆さんの目線に入ってる長藤秀樹さんだと思うんですよねでもね実はあのそもそも維新の関係者の中ではそういう判断じゃなくて例えばこれをねちょっと見ていただきたいんですけれども はい、あの大阪市だった、えー、今期限りでですね大阪市議を引退された徳田さん、徳さんですね、徳さんと永藤さんの笑顔です、これ、いつの写真だと思いますこれ、でですすねつい最近の写真なんですよこれどういうことかって言いますと、徳さんも永藤さんも、この間のダブルクロス選挙の時に、吉村博文さんのお月をやってたんですね。 吉村博文さんの真横にずっといたのが徳さんで実は長藤さんも,もう吉村さんのことをずっとサポートしていてだからね正解自体は確かに引退していることは確かなんですけれども長藤秀樹さんはもともと僕ら維新の仲間ですし維新のためにずっと尽力をね続けてくれていた人なんですよねでその長藤秀樹さん42歳になりましたけれども新しい境を作ると。 もうね腹が立つようなツイッターの書き込みとか2チャンネルの書き込みとかは山ほどありますけれどもおいおい引退決意したんじゃないかといいか減んなこと言い,言いやがってという人たちは確かにいると思うんですけれどもそれはですね言言言わせとくしかないですよもう言いたもう言えばいいでですすよよえばこれがあの前回の堺市長選の結果ですけれども投票率44%ですよ。 投票率44%で2万3000票ぐらいの、ね、差がついてしまったということになるんですけれども2万3000票ですよねで、竹山治氏の話に関して言うとこれ何度も「この本気論チャンネル」の方で申し上げていますがたった3週間間空けるだけで1億円、不記載の額が増えている状態なわけですね。でそれを最終的に自民公明労働組合 まあ民主系ですねがひた隠しにしたっていうことはですね、もっとやってんですよ、これは。普通に考えればもっとやってんですよ。あと1か月、2か月経ったら、もう3億、4億いってますよ。でもそう考えざるを得ないじゃないですか、だって3週間で1億円だから。うん、ということは、でまあ、不記載っていうのをしますか、例えば竹山治さんが政治資金収支報告書に、全部書いてなかったって言ったら、僕も指摘猶予はなかったっていうのは、多少分か,る分かるところがありますよ。 ええ、全部書いてなければ、ね、竹山おさんはそれ以外のものに関しては全部書いてるわけじゃないですかつまり政治資金収支報告書を書かなきゃいけないっていうことは分かった上で書いてないわけですよね悪いことやってるともう考えざるを得ないじゃないですか逆に言うとそれ以外考える人って誰なんだよって話ですよ悪いことやってんですよじゃあ何やってんですか実弾飛ばしてんですよそれはもうこれはもうそう考えざるを得ないおそらく 不思議なもので、竹山治本人が説明したいって言ってるのに、自民、公明、ソレイユっていう、要は民主党系、民主系がひた隠しにしたわけじゃないですか。ところが気づきましたそうです。共産党入ってないですよね。そうなんですよ。多分ね、この3波に実弾飛ばしたんですよ。要は金配ったんですよ。共産党さんはやっぱり考え方は違うけど、多分筋通ってんのか、やっぱ金もらってないんですよ。おそらく。 維新と共産が金もらってないんですよ、この3派の連中っておそらく金もらってんだろうなっていうふうに想像せざるを得ないっていうのはもう客観的な事実です、それはもう言うまでもないことですよね、じゃあ2億3500万円、今分かってるだけでおでそらく3億4億あるけど2億3500万ばらまいたらこれ、不正選挙だったんじゃないのっていうのは正常なものの見方ですおそそらく市民の99をそう思ってます。 不正選挙っていうか金ばらまいてたんですよねということになったらこれは不正選挙なんだったらやり直さなきゃダメでしょ長藤秀樹さん別に嘘でもなんでもないですよそれはもう一度やんなきゃいけないだとしたらだとしたらですねもう一度頑張ってほしいと思いますはいえー僕のお前自分の選挙やるよって話なんですけども僕の選挙やってる場合じゃないのでですね自分の選挙の準備もやりますけれども それ以前にですね長藤秀樹さんの応援にガツンと言ってですねも,もし、うまいこと長藤さんと同じ現場にたどり着くことができればですねその様子をツイッターに上げたりフェイスブックに上げたりですねもし動画の撮影などが偶然、もし仮にできて維新本部からも使っていいよっていうような許可が出たらですねこの「本気論チャンネル」でもまあそういうようなシーンをちょっと流すことができたらいいななんていうふうふに思ってますけどこれはちょっとまだ今の段階では未定です。 維新の本部ともちゃんと相談しながらやりたいな。そんな風に思ってます。まあ、もしあのその放送できたらね。皆さんもぜひ楽しみに見ていただけたらそんな風に思ってます。よし、酒井取りますよ。皆さん頑張りますよ。頑張りましょうね。長谷川豊の本気論本音論チャンネル私、長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。